どうも、南光一です。お久しぶりです。J2 リーグがですね、しばらく中断してまして、中断がようやく明けます。ということですね、これは日にちが違いますね。8月3日土曜日に行われる第25節、ワースト熊本対栃木 SC の試合、中断明けの試合のプレビューを今日はお話していきたいと思います。どうぞよろしくお付き合いください。まずですね、久しぶりのゲームということでね、ホームで試合が見れるということがですね、とても楽しみですよね。で、ロアッソ熊本としてはですね、中断前に非常にね、千葉といい試合して勝ってますので、その勢いをこの中断後のね、この試合にもつなげていきたいというところになってくると思います。まあ、予想先発メンバーからね、まずいきたいと思いますが、これ前節の先発を並べてますが、私は前節と変わらないような気がします。ゴールキーパー田代、ディフェンス大西江崎、岩下、アンカーは上村、右大本、左豊田、そしてトップ下伊藤、で右に遠山、左に小長屋、そしてワントップ石川。やはり私はね、ラジオでもよく言ってますけども、この石川伊藤のワントップトップ下、このですね、コンビが非常にいいというふうに思ってましたね。ぜひこの形を先発使ってほしいなというふうに思っています。対する栃木のね、先発フォーメーションですけども、3-4-2-1を予想しています。で、栃木といえばですね、シーズン途中から小林監督が、指揮を取るようになりましたね。それからやっぱ前線でのハイプレス、そしてボールを奪った後の素早い攻撃、こういったところが、ね、特徴のチームというようになっています。注目選手としてはですね、まず一人挙げておきたいのは、ワントップで先発が予想される宮崎選手ですね。これね、前のね、前半戦の戦いでも1点奪ってますね、熊本からね。非常に高さのある、それからパワーのあるフォワードですね。それともう一人、右のディフェンダーの福島選手、これですね、熊本出身なんですね。松橋中学校から、大津高校進みまして、その後 J リーグ入りした選手ですね。もともとはね、熊本にいる頃はですね、中学3年生で上の高校生1年生と混じって、まあ、高校2年生もいるんですけどね、アンダー16の、で争われる国体の、ね、熊本県選抜で出たような非常に、ね、技術もある選手ですね、が3バックの一角として小林監督になってからね、よく使われるようになってきました。この選手もね、しっかりビルドアップに絡みながら、奪ったボールは長いボールも使いながらというチームですね。で、栃木はどっちかというとポゼッション率はそんなに高いわけじゃありません。でも完全に引いて堅守速攻でもないんですね。ハイプレスかけていってボール奪ってつなげたらしっかりつなぐ、あるいは後ろで奪ったら長いボールも使う、そういったね、チームになっています。ではそういった、栃木、あともう一つ言っておかないですね。栃木はですね、ここ5戦の J リーグの戦績は、2勝1分け2敗ということで、まあまあね、やはり小林監督になってから調子が上がってるんですね。そういうところは言います。ただ熊本とのここ5戦の戦績は熊本側の3勝2分けということで、実は負けてないんですね。素晴らしいですね、このデータはね。こういったところがある栃木です。はい、ということでね、そういった特徴も栃木に勝つためのポイントをいつものように3つ考えています。まず1つ目、楽しくプレーするですね。で、これ以前にもね、挙げたことあるんですけども、楽しくプレーするって言うとね、お前サッカー解説者のくせにね、そんななんかね、楽しくプレーするとかね、そんな抽象的なことでいいのかと言われそうですけども、実はここには意味があってですね、楽しくプレーするとはどういうことかというと、まず自分たちのテンポとリズムでしっかりボールを保持できるようにすることっていうことですね。そうするとですね、流動性が出てきて、ポジションチェンジしたりして、いろいろポジションチェンジしたりして、ロアストのプレースタイルが出しやすくなる。そうすると全員が楽しくプレーしているように見えるということですね。結果的に楽しくプレーしているように見えるようなサッカーをしてほしいということですね。そしてそのために大事なことが、プレスを外す。さっきも言いましたように、小林監督になったので比較的こうハイプレスをかけていきます。特にロアスト3バック、相手は1トップ2シャドウですけども、まあ、ミラーフォーメーションみたいな形になって、どんどん前からプレッシャーかけやすくなりますので、ここをね、しっかり得意のショートパスでトライアングル作りながら、しっかり剥がして、ゴールキーパーも含めてのビルドアップですね、剥がしながら前に進めると、ボールを前に進めていくということが非常に大事な条件になります。そして3つ目、対戦成績もいいですと、前半戦でも勝ってます。チャンスは必ず作れます。ただそこで大事なのはこれですね、決定力。やっぱり最後はゴールを決める。こ
これができないとですね、勝ち点差は取れませんのでね、この3つをしっかりやって、久しぶりのね、ホームでの勝利、カモンロッソの本番、ぜひですね、中断後の試合目で見せてほしいと思います。私もバモロスラジオの解説で、失礼しました。ビクトリーラジオの解説で、スタジアムに行きますので、ね、ぜひスタジアムで見かけたら声をかけてください。一緒に応援しましょう。頑張れロッソ。ではまたこのチャンネルで。またね。